こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。運転マナーが東南アジア以下で、東南アジアに対してかなり失礼な韓国ですが、チェジュで初めて車庫証明の導入するそうです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。ワンルームマンションの若者はお金があっても車の購入不可、車骨証明制チェジュで全面飛行。チェジュ島が来年巨大な実験一つを本格的に始める。自動車の種類を問わず車庫地、駐車場を確保することができない場合、車両を最初から購入できないようにする国内唯一の車骨証明制が施行される。チェジュの住宅街でも日本のように綺麗な路地を見ることができるという期待とともに、駐車スペースを確保した住宅が集まった地域とそうでないワンルーム密集地、低開発地域の不動産格差を拡大させて他の社会問題をもたらしかねないという憂慮も出ている。それではネットの反応です。日本のようになるんだな、いいね。公共交通機関でもきちんと整備してからやるとか、いや、駐車場がなければ土地を買わなければならないのか。韓国はすでに遅いような気もする。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。